おはようございます。関根和夫です。ついに、この一年の最後の日がやってきましたね。12月31日。空の鳥を見てごらんとか、野に咲く花を見てごらんと、こう、神様に背中を押されたような気持ちで、カメラを持ち、あちこち歩きながら、撮った写真を、状況を思い出しながら見直していました。そして本当に、いっぱい写真撮ったんですけれども、その全部がすごいというよりも、その中の何枚かを見ながら、本当にこう、心がこう、すっきりするというのがありましたね。山は雄大で、水は清らかな感じが映し出されていたとか、花はとても綺麗で、鳥たちは自由に飛んでいる。こういう状況の中に身を置いて生きられるというのは、嬉しいことだなと本当に思いました。ある意味で、平和だからこそ、こういうことを味わえるんだろうなと思ったんですね。写真の技術というよりも、素材そのものの美しさに圧倒される感じがします。今年の写真を並べてみましたので、どうぞご覧ください。本当だ、綺麗だなと感じていただければ幸いです。今年も本当にお世話になりました。また新しい年も、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います。いつか直接、皆さんにお目にかかれる日があればなと思っています。本当にありがとうございました。また新年お会いしたいと思います。それではまた。
Thank you.